ランタンやったんやあれ、松明じゃなくて。難しさがあるね。ランタンのステージはこれで3個目くらいでしょうかね。あ、フレンド申請が届いたのを見えてしまったということは、僕が寝てたのがバレましたね。すいません。あ、そうや、ツイッターのダイレクトメール届くようにしましたんで、皆さん、コースを作ったら僕にすぐに、あ、みかんさんもすぐに送ってく、あ、みかんさんさっきもやってたから、ずっとやってるってことはやっぱコースをやってんな、多分な。おお、あのピーってやつさ、の周りなんで光ってるやろね。どうやって作るんかがちょっとわかん、どうやって作るんやったかを教えてほしい。そして僕は今頃最近分かったんですけど、ってなったの嫌やな、今。ごめんなさい。おっさんやね。ってなるの。あのね、左下にマイナスボタンで押せるやつが出てないっていうのが初見の証拠なんですよ。わかりますでしょうか。初見じゃなかった時があったんです。だから今まで。一回だけね。やべ。めっちゃむずいんやけど。今の点々って点々は何のためにあったんやろ。おお。おお、むずいよ。このステージ。ここむずいよね。あら。で、パーツっていうのがマイナス出てきちゃってるのは何回もあったんやけど、それにパーツが使えるってことを俺また気づいてなくてさ、ルイージいつも助けてくれるわと思ってただけでさ、そうじゃなくて、ここね、一回コースをね、例えばこうして出たと諦めたとしても、次入ってもあのマイナスは消えないんですよね。だから初見である証拠は、あそこのマイナスがないってことなんです。一個だけやり直しちゃったところがあって、その時に気づきました。P を別に、P を取るわけじゃないや。P が光なだけやね。ランタンの P や。ランタンの P ちゃうわ。あ、灯してくれてるの。踏むもんじゃね。踏むもんじゃね。P はただ踏むもんじゃない。ただ単に踏むもんじゃないな。P っていうのは。照らしてくれてんな。あれ？こうか。ポーも光なんや。ポー、これ、作ってないとわからんねんけど、一個のステージしか。ピーとポーこうか。ピーとポーを光らせることができ、あー、しまった！ジャンプしちゃった。ピーとポーを光らせることができるんか。って言おうとしたの。何でも光らされられるわけにはないんかな、このゲーム。ここ危ないね。ここ難しい。難易度4じゃないの、ここ。ちょうど調整しますね。敵は光らせることができないからこうなってるよな。今までな、ランタンってさ、こんなに複数なかったんですよね、どのステージにも。っていうことを考えると、どうやってあれ取れん？あれどうやって取れんの？ん？そうなんや。止まった今。危ないな、今の滑るとこやった。キュッてなったわ、肛門が。むずいな。クリアか。完成した。もうお金貯める理由なくなったんかな、ほんで。屋根
と砲台、砲台の方が後なんよね。ん？完成しました。もう作るとこないんかな。お、作れるもの増えた。あ、言ってた、屋根や。さっきあったわ、ごめんなさい。